さあ、続いてはね、ちょっと河川敷のね、まあ柳ですね、ちょっとね見かけ見ていこうかなと思います。こういうまくれがあるとこにね、さっきカラスがいたんでね、この辺ね、ちょっと厳しいかもしれないね。結構ね、大木の柳ですね。さあ、こういうちょっとね、柳でもちょっと樹液が滲んでるよね。あんまり出てる感じじゃないな、でも。これもね、また、ああ、蜂がいる。樹液の出てる木があればね。そういう木に、虫がいると思うんですけど、これなんかもね、割れてる。けど乾燥してるんよね。思ったより乾燥してるな。なんかひら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 蝶が飛んでます。カゲロウみたいな、なんか。ちょっと日当たりが良すぎるのかな、この辺はね。この木なんかね、雰囲気はいいんだけどね。雰囲気はいいんだけど、ちょっと何にも樹液が出てなさそうだね。この辺の方がまだいいのかな。ちょっとね、ちょっとじめっとしたような感じね。いいですね、こういう雰囲気の場所ね。こういうね、草が巻いてるとこの下の方とかね、
だんだんいい雰囲気にはなってきたけどね。惜しいね、こういうウロみたいなとこね、うん、これなんか根っこの方なんかあれかちょっと湿ってる、湿ってるな。やっとね、虫がいそうな雰囲気にはなってはきましたけどね。あ、ちょっと、だんだん進めなくなってきて、やばいな。よいしょ。こっちから回るか。あ、樹液が出てるな。樹液出てるけど虫いない。これはすごいね、いい感じの木。ちょっとあれかな、もうちょっと樹液が出ててくれたらね、集まりそうな木ですね、これね。ウロもあるしね。ただちょっとな、ちょっと乾燥気味なのな。この辺半分ね倒木でも死んではいないね。若い木も出てるしね。惜しいですね、この木ね。ブーンって、あ、セミがいるわ。油セミ、ここね、上に油ゼミがいます。セミがいっぱい出てるね。もう全身がこんなんだよ、だいぶ。
よいしょ。スルがね、よいしょ。木の根元が見えない。樹液が出てないな。あの辺ね、割れてるとこね。もう無理か、もう進めないか。もうちょっと進めないね、ほんと。ヤブがすごすぎて進めないよ。よいしょ。いけるかな。ちょっと無理かな。あの木まではたどり着けないかな。鶴がね、鶴に足を取られる。カマ持ってこなかったな、これ。カマ。カマで。よいしょ。もう鶴と竹、鶴と竹で、いや、やっと行けた、やっと行けたけど、やっと行けたけど虫はいないですか。やっと来たのに虫はいない。もう鳥がいっぱいいるもんな。鳥の、鳥があんまりね、法華経の間だ、法華経。法華経じゃねえよ、もう。鳥があんまり多いとこはね、虫食われちゃうんでね。鳥、天敵ですからね、クワガタの。いや。はあ、やっとちょっと開けた。
この辺もでも悪くはないね。こういう何におるんだ、法華経さん。法華経、法華経。あ、カナブン。やっとなんか樹液が出て虫がいる。こういうちょっとね、目隠しになったような木が、すごい。でも泥がここまでついてるってことは、これ川がね、水が多いときはここまで浸かってるんですね。あの上もかじられてるね。いい雰囲気だね。あ、上にもカナブンいるじゃない。よいしょ。はあ、やばい。さっきのヤブコギ脱出でなんかだいぶちょっともう体力を消耗したよ。あ、いたいた。平田いましたね。けどオスですね。よし、ちょっと取り出そう。はいよ。ちっちゃいなオス平田。メス平田が欲しいね。平田はね、メス平田いないね。まあでもね、こういう環境ですよね。やっぱ虫がいるとしたらね、何かにやっぱかじられて。木がやっぱりあれなんだろうな、いい材がないから。こういう木、こんな細い木かな、もしかしたら。こんな細い木から出てきたのか。発生木がね、あんまりいい発生木がないんですよね。で、あんな細い平田になっちゃうんだよね。これ一瞬トラップかと思ったけど、トラップじゃないの、多分ゴミが引っかかってるのね。流れつったゴミが。
なぜかこういう河川敷の平田じゃない河川敷の柳ってね、平田がよく入りますよね。まあ、元も国画とかもいますけどね。まあ、国画、筋久は平田、その辺が多いような気がします。やっぱちょっと撤収だね。天気が悪い、やばいね。天気がやばい感じになってきたから、ちょっとね撤収しましょう。撤収したいけど、どっから出たらいいんだろう。またさっきのとこ通らなかんのかな